コミサボ直った瞬間にセンターさんがセキュリティから出てこられたんで、びっくりした。ちょっとびっくりしました。ちょっとドッキリしてやろうと思って。うわ、悪いっすね。うわ、悪い人だ。時間あるだろ。悪い人なら。くる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 クレームミート。黄緑オレンジ青ピンク、黄緑オレンジ青ピンク、シュッ、オレンジ青ピンク水色、オレンジピンク黄緑オレンジ青ピンク青、カフェテリアです。のカフェテリアの左ボタンの左、ボタン左で、一応アッパーでトゥーンさんがすれ違ったんで、どういう経路なのか教えてほしい。僕初手、下ストレージ行きました。でストレージで給油してから、アドビンに戻りました。でその後メッドベイ行ってリアクターです。なんでめちゃくちゃ確かに容疑者一です。現在トゥンさんは嘘はついてないと思います。アッパーからでもリアクターに行かれたのかな。私十字路でトゥンさんとお会いしました。リアクター前の、あ、そうです。でもリアクターというよりなんかロアまで突き抜けていくぐらいの。あれ最後私エレクトリカルのとロアの間で黒見たけど、そこじゃない、リアクターじゃなくて最終位置。あ、最終位置リアクターじゃない、そのまんま、リアクター直ったんでロア出て下回り行ってます。そうっすよね、エレクトリカルとロアの中間ぐらいで、はい、はい、合いましたね、うん、はい、 OK です。でオレンジなんですけど、初手アドミンで、最初手の10秒では死んでないはずです。その後、そうです、ね、ストレージで見て僕エレクトリカル入って多分、まあ、直近とか結構直近15秒とかそんぐらいとかだと思います。ああ、はい、先端さんがエレクトリカル入ったタイミングぐらいで、僕も、ゾニキさんが、トノジからカフェの方に行ってるの見てるんで、ほうほう、はい、その後リアクター、まあ、はい、どういう話、オラフ君がそれを見たのがいつのこと。リアクターなる5秒前ぐらいですかね、にカフェの左、あ、カフェの方に行く、左っていうかカフェの方に行くゾニキさんを見ました。 OK、 夏目先生って今どこにいましたか。夏目はオラオ君と一緒にロアだっけ、どこだっけ。リアクターの方まで行ってると思いますね。後ろストレージかエレクトリカルのあたりで一緒に行った記憶があります、うん、エレクトリカルから出てくるオラオ君と。あー、多分そうだと思います。 OK、パラ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 黄緑水色。はい。おー、ナイス。コワインドします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。現です。まあ、おっしゃるんでちょっと喋ると、多分素直に考えると、トゥンさんかセンターさんのセリフぐらいしか思いつかないんですけど、他に何かあります？オラフ君がソニキさんの最終なら、一応オラフ君もあるのかなって思ったんですけど。あ、すみません。あ、オラフさん、白前で今話してました。あ、だから直近切るかなっていうふうに思ったんです。そうですね、オラフさんも入りますね。まあ、リアクターに来てない人は単純に怪しいかなと思います。あ、僕、リアクター行ってましたよ。
あの結構早めに、うん、え、ゲンがリアクターにいるのを視認できたのはエロさん、エロちゃんさんぐらいかな。あと藤宮もいたかな。スナパイさんも、あ、そんなにいたんだ。藤宮さんが多分初手についてて、はい、俺とエロちゃんがエレクトリカルから同時に向かってます、で、リアクターが慣れ始めたタイミングでセンターがエレクトリカル入ってきて、で、出ていくときにオラフ君だけを置いていってるので、うん、センターオラフ君2人だけの時間があるはず。あ、いや、一番最後に残ったのは私です。ちゃんとさん左奥のダウンロードで一番最後まで、うん、リアクター慣れ始めたタイミングでダウンロード始めて、ダウンロード終わったら誰もいなかったので最後まで残ったのが私です、はい、で、出てさっき、あ、どうぞどうぞ。あ、今、はい、サントさん置いて出て行ってますので合ってます、はい、オーケーで、僕が、僕とエロちゃんが多分リアクター出てったタイミングで夏目先生、違うな、入った時かな、夏目先生が多分左から何もせずにぐるっと回ってエレクトリカルを右に走っていくのが見えて、うん、おそらくその後リアクターが鳴ってオラフ君と合流して行ってもらったら夏目先生はほぼ反抗不可能だと思います。じゃあ夏目先生、藤宮さん、スナッパイサイドちゃん、ゲンさんまで隠しろかな、うん、今回に関してはほぼ、うん、でサントさんはでもオラフ君を追い越して、あ、まあ弁当ぐらいかな、サントさんが一応カフェっすよね。だって私最後トゥンさんとも見合ってるから、トゥンさんとも見合った情報がないならあれだけど、うん、そう、じゃあ無理か、そこはあるから今見てます。最後サントさん見よう、うん、まとまったね、トゥンさんがセンターだよ、うん、え、本当にそうっけ。藤宮さんってどっからエレクターリアクター行ったんだっけ。僕は下からですよ、うん、初手エレクトリカルいました。直近切るならリアクター組は全白 D っていうのが確かに、うん、オラフ君ぐらい唯一。オラする、オラでもいいよ、ローラーローラー。ちょっとこれやっても楽しいか。一瞬ちょっと立ち止まったね。センターさん、はい、オラくんの白は自分視点、あの夏目視点でも証明できます。証明できる、はい、了解、はい、じゃあロラでいいですよ。ロラかな。あ、え、一回先端さんのそのエレクトリカルの後のルートって聞いてもいいですか。ロアアッパーカフェです。ロアアッパーカフェ、ああ、うん、なるほど。そうじゃないとトゥンさんとすれ違うの証言合わない。ああ、なるほど。あ、すれ違ったタイミングどこだっけ。あ、ごめんなさい、アッパーです。アッパーか、はい。じゃあトゥンさんっぽいな。てかさっきのターンでまあ2人以上に目撃されてない人で、なおかつメドベーアッパー方面から来た人って他にいないもんね。いないと思います。 あとはトノジのカフェテリアからっていうルートがあるけど、でもそれも全部否定的でしょ。夏目先生とオラフ君の二郎とか、うん、それが一応ゼロではない。オラフ君が11路まで来たって言ってるから、それを目撃した人が一人でもいれば大丈夫。リアクターで誰か僕見てないですかね。結構奥まで入ったつもりなんですけど、かなり人がいてね、記憶曖昧なんだよ ね。一番最初にいたのが藤宮ってぐらいしか俺も覚えてなくて、了解です、了解です。申し訳ないです。うん、さんかな。直近ってどれぐらいになるんですか。15秒前ぐらい。結構僕最後エレクトリカルまで行ってるんで、直近だときついかなって思うんですけど。いや、多分リアクターになったタイミングじゃないですかね。僕とすれ違ってるんで、もう多分容疑は多分変わんないかな。ね、直近っていう言葉に多分引っかかってるだけやと思ってて、単純にそのルートを通った人物っていうのは他に存在しないんです。あとさっき15秒くらいって言ったんですけど、キルシティ15秒くらい走るとちょうどその位置なんで、15秒っていう話だったやばっ。時間かかるぞ。いや、わかんないですよ。あの、15秒って出したの私じゃないんで、他の人が15秒って言ったんで。僕が言いました。今日はトゥンさんからでいいですね。俺入れますね。はい。ただローラーする気はあまりないかな。僕一応押しますね、方針固めるためにも。あの道連れあるんで、道連れあるんで、はい、あの助けせずに。
押された。夏目先生を押すんだ。あら。治って1秒ぐらい経ったけど、まあ、あんまりよ、あの、様子に入れないで。あ、失礼。なんか、誰もいないと思って、ちょっとでもタスク進めようと思って、2秒ぐらい待とうかなと思って。あ、失礼。見てなかった。そうですね。あと3秒でダウンロード終わりましたね。最初。ちょっと、あ、まあ、すぐ押した方がよかったな。あ、いやいやいや。どう、まあ、進行は皆さんにお任せします。さっきの道連れを切ると思うっていうのはどういう意図ですか？道連れを起きないように動かないと、あの、変に疑われたりするからね、僕が。って話です。客観視、道、先端が道連れを起こすとかじゃなくて、うん、客観視して道連れが起きる可能性があるから、そういうことですね、気をつけてねって瞬間。で、一応僕の証言言っとくと、レエレクトリカルで、4人かな、合計4人とすれ違、4人を目視した状態で、直近でトゥーンさんとすれ違って、僕はキルしたってことになりますね、一応ね。で、かつ、リアクターが鳴ってるので、リアクターを直しに行ってる人がもう数人いるっていう状況から、キルしてるって状態になるんで、うん、ロラは必死かなって感じかな。そのカフェ。センターはやってないと思う。いやー、いや私は結構今回押してたらしないことも検討だったんですけど、押してないんで、どうだかな。あ、そうですね。ここ容疑者位置が一人も出てないというか、うん、まあと思うけど、まあ95、いや95くらいで釣れてると思うけど、 5% のケアをするかしないかの判断だと思います。失礼、それは押さなかったのか、申し訳ない、うん、ちゃんと把握してればよかった。カフェ周り、まあ、村の総意で、あいつね、まあ、カフェ周りね、把握できないと思う。あの、自分誰も残ってねえなと思って、センターがインポスターだった時にセンター道連れするから、絶対じゃあ夏目が戻って押そうと思って戻ってすぐ押したから、あの、まあ、ちなみに、まあ、あの、僕一歩も動いてないです。あの、うん、あの、リスポーンから右下にいました。リアクターに動いてはないんだ、うん、センターさんがリアクターに来ていろいろやると思うんだよな。おお、入れちゃいましょう。近づかないです、立ち回りを。しかもちょっと白でゼロデスのボタンを押します。寄せやかった主観のボタンを押しちゃった。黄緑、色黄緑、ちょっとやめて、ゲンさん。人のダウンロード見ないで。人のダウンロードを笑うな。エッチだな、ゲンさんは。チロー。おい？なんかバグってる。負けてます。誰も、停電起きてるんですけど、僕メッセージ。え、私直してよ。あ、直ってます。ゲーム明るかくなりました。まだピカピカしてます。あ、まあ、全然押しました。押して、はい、死体なしです。ありがとうございます。はい。まあ、さっきの分、ちょっとタスク少しでも進めようかなと思いまして。出てるかな。白い。っていうか、まあ。センターはやってないと思う。てか、さっきの議論で相違になったからいいんじゃないの、うん、と思っちゃうけど、じゃあ僕極力近づかないようにしますね、人に。で、はい、タスク再生で、あの、サボタージも行かないので、で、その後カメラずっと見ときますね。一応今頃ですけど、そう、疑った理由がもし生存した場合ってセンターさんに近づかないパターンが定石になるから、センターさんがタスクがガンガン進むから、あのターンはタスクをしなくてもリカバリーできるから、あの人ってターンやる必要なくてボタン連打が最優先かなと思ったんで、まあそういう理論で押さないならっていう話をしましたが、まああの全然虫返す気は全くないです。あの、さっきのが相違だと思ってる。動いてないです、はい、そもそも一歩も、うん、それこそサントさんなら分かると思うんですけど、今30秒経ってましたよね、うん、だから先端さん来るなら1キルとかしそうな盤面で、いや分かんないです、スキップだったんで潜伏してた方がいいんじゃないですか変にキルしてローラされるよりは。いや確かにまあでも白置きするっていう進行を取るってなったんだったら、投票者一応洗っといた方がいいんじゃないか。ああ、そうしましょうか、はい、私入れました、僕入れました、ゲン入れました、3人、いや4人でした、うん、うん、もう一人は俺、やば、全員名乗りました信じるって言ってなかった
サントススナパイゲンエロちゃんですね。 ありがとうございます。はい、やってないと思うとか言ってた最低やってない、行いました。やってないと思うって言ってセンターさんに入れたのか。そうか、もういい入るな。あ、私、あちら俺は好きでいいですよ。誰、私か買いました。誰だ、入れました。二郎が入れてる。絶対オラフくんじゃん今水色ピンク、水色ピンク、グーオイルシークか。バグりまくってんな今日。エーデンドマシミが。おお。緑青。さん白でしょ。まあ白だね。セキュリティやってないと思う。現セキュリティでした。コミサボを呪文ずっとつけてて、コミサボ直った瞬間にセンターさんがセキュリティから出てこられたんで。びっくりした。ちょっとびっくりしました。ちょっとドッキリしてやろうと思って。うわ悪いっすね。うわ悪い人な。時間あるなら。悪い人ならゲームお肉になってるんで多分大丈夫だと思います。あ確かに。時間あるならさっきの2票一応洗っときたいですかね。俺です。やば。あ僕です。やば。すいません。まあ、このボタンがね、黒に見えるかいって話なんだよね。あと僕、もうウェポンのタスクで終わります。タスクが。なんで、エレクトリカル門番します。終わってる人がいるから大丈夫だよ。まあ。あ、おじめ。いいと思いますよ。もう誰だろう。じゃあ僕がエレクトリカルは僕が守ります。じゃあどっかの門番します。あ、これ絶対先端さんの一票ですね。僕ですね。あ、マジか。最低。最低。意外妄想打つ。人出なし。みんなタスク早くね。リアクターで、サントさんと一緒に助けてたと思うんですけど、うん、終わったんで、セキュリティカメラ見に行こうと思って、全部タスク終わったんで、行こうとしたら、十字路の右側で、夏美先生をエロちゃんが切ってました。なるほど。いや、途中までサントスさんって言われるかと思って、ずっと今ドキドキしてた。サントスさんだったかな。本当ですか？
間違いかな。先端はやってないと思う。先端だと思うけどな、あのタイミング。俺まだ弁当の中いたんで。あれ投票したのに投票済みになんない。なんか変なバグだ。あら。ごめん。90秒ちょっとエロちゃん耐えて。あー、今日結構雨降ってたんですけど、洗濯物しようと思って洗濯物できなかったんですよね。本当に困っちゃうんですよね。皆さんは洗濯してますか？そうですか。洗濯物の乾燥機付き買ったら人生変わりますよ、マジで。わかるわかる、めっちゃわかる。でもシワシワなりません？いやもうそれはもう遅い、もう時代遅れ。それはもうね、今はもう乾燥機使いたくないじゃん。干すね理由がないって言われた。もう花粉とかもつくし、なんかまあ大気汚染とかにもなるし、あと雨で濡れちゃったりするし、関係ないから。もう今の洗濯機は天気とか関係ないから、おすすめ、マジで本当にね、おすすめ。船体の投票だけ忘れないようにお願いします。おすすめマジで、買ってくださいぜひ洗濯機。書いてんな、全部チャットで喋ってました、すいません。ナイスファイト、ナイスファイト、皆様です。静かに終わった。洗濯機の営業途中からなんか買ってくださいぜひ。時間を変えましょうっていう。ポスタタムが消えますよってチャットで書いてました。タタムも消えるんですか？なんか、まあ、私ピング高いんで、ちょっと出直します。ピン高いっす。今日さっきずっとサントスさん瞬間移動してたんですよね。あ、マジですか？ちょっと部屋リアクターと停電その方が立った方がいいかも。ああ、そうっすね。じゃあ、あ、そうですね。違う人に行きましょうか。ドア閉めと停電が両方来てました。ああ、来ましたね。なんか見てましたけど、最強の技だって言いながらドア閉めと停電中にリアクター来ました。停電中最強だな。停電直ってなかった。